創建されて間もない時期のインブリー館。手前に人力車が見える、弾度用の煙突は1963年の火災後に取り払われたが、1996から97年の大幅改修工事で復元されたインブリー館は、宣教師で明治学院進学部教授のウィリアム・インブリーが長年住んでいたことで知られる、日本の東京都内に現存する最古の宣教師館であり、 明治学院大学白金キャンパス校内に位置する。1964年に引きやされた後は主に学院の同窓会事務所や教員用の会議室として利用されている。1998年に国の重要文化財に指定された。1887年に明治学院が白金の地に開校したのと前後して学院で教える宣教師たちのために 校内の西北宮に3棟、校内の東南隅に2棟の西洋館が建築された。彼らが住む、追事の外国人居留地から学院まではあまりにも遠すぎるので、学院側が住宅を準備する必要に迫られたためで、ある。この5棟のうち唯一現存するのが当館である。東京大学教授の鈴木博久は、 その総県年を1889年か1890年のどちらかと推測している。明治学院の最初の入学生の一人である島崎藤村は小説、桜の実の熟する時の中で学院生活を描写しているが、三棟並んだ西洋館のうちの一つとして当館が登場する。向こうの行動の前から敷地続きの庭にかけて三棟並んだ 西洋館はいずれも捨て吉が今日を受けるアメリカ人の教授たちの住居だ。白いスカートを涼しい風に吹かせながら庭を歩いている先生方の奥さんも見える。創設後7から8年間は宣教師の魔高レが入居して生活していたのではないかと推測されている。その後に1897年の裁放日から1922年に帰国するまで、 同じく宣教師のウィリアム・インブリーが住んでいた。太平洋戦争後に、武藤富夫が彼にちなんで、館の名前をインブリー館と命名した。この他にも、学院関係者の公宅や住宅として、長い年月使用されてきた。また、戦後の混乱期に屋根裏まで使って、数世帯が居住していた時期もあった。大正と昭和に起きた二度の火災によって一部に、 生損を受けている。1964年に東京オリンピックの開催に備えて高知に接する国道1号線の拡幅が実施され、総研事の場所から現在の場所へ200メートルほど引き矢された。これ以後は主に学院の同窓会事務室や会議室として利用されている。 1994年7月から1995年1月まで、東京大学工学部建築学科建築士、研究室を中心に、同大学教授の鈴木博久の指導で建物と、その建物に関係ある人々及びキャンパスなどの歴史的調査が行われて、多くの資料が作成され、その内容も報告された。 それから半年後の1995年7月から11月には、建物の軸組みだけを残して、内外創材を一時取り外し、建物の使用及び使い勝手や間取りの変遷などの調査が文化財建造物保存技術協会によって行われた。この時の調査資料をもとにして、創建時に近い形でありながら、現在の居室空間としても、 問題のない環境を想像するべく工夫して設計され、1996年5月から1997年9月まで慎重を期して改修復元工事が行われた。なお、改修工事はこれ以前にも何回か行われているが、その詳細は明らかになっていない。1998年12月25日に明治期に来日した。 外国人選挙使用の最初期の事例として、我が国にとって価値が高いものとして、国の重要文化財に指定された。さらに、2002年には明治学院記念館や明治、学院礼拝堂とともに、東京都港区警官場重要な歴史的建造物等の指定を受けた。2012年に再塗装工事が完了した。東京都内に現存する最古の宣教士館であり、 日本では2番目の古さと言われている。2階の部屋は主に教員用の会議室として、利用されている黒光りした階段が歴史の重みを醸し出す。建物の建築面積は150.8平方メートルで、延べ床面積は1階129.79平方メートル。 二階百三十六点七五平方メートル、小屋裏三十六点七九平方メートル、計三百一点三零平方メートルである。設計者はランディスあるいはガーディナーといった名前が上がるが決め手になっていない。19世紀後半にアメリカ合衆国で流行した木造住宅様式を集めたパターンブックをもとに外国人が設計したと考えられている。 屋根は木造2階建てで銅板1文字武器の寄せ棟作りとなっており、紙面に切り妻が見られる。創建時の屋根は瓦武器であったが、その後に銅板武器に変更された。1996から97年の復元補修工事でも瓦武器の重量が建物に負担をかけ、安全面でも望ましくないとして、あえて銅板武器で補修されている。 外観は、下見た張りに1階と2階の間に、幅広のボーダーを回した、日本の木造西洋建築によく見られる、シングルスタイルと呼ばれるデザインである。これは創建された時期に、ニューイングランドで流行した住宅の伝統を継いでおり、創建された、明治20年代は、日本の洋風建築士の中でも初期に属する。各面にある妻は、珍しいタイプで、 カタンをギザギザに切り込んだ板を張っている。さらに、2階の窓の上部は放射線状になっており、壁によって、下見板の板幅を変えたりと、アメリカ風にデザインが単調にならないように様々な、工夫がなされている。外壁はオイルペイント塗りで仕上げ、基礎部分は、鉄筋コンクリート布基礎を採用している。また、窓のサッシは、レール式でガラスは、パテ押さえとなっている。 玄関には二つの扉があり、それぞれホールと応接室につながっている。一階と二階はどちらも階段ホールの周囲に各室が配置されている。各室の内装の壁は漆喰塗りで仕上げ、床は寄木張りとなっている。この壁の漆喰を白、灰、木と三色に塗り分けたり、より木細工の布のパターンを各室で変えるなどして、デザイン上の特色を出している。近年では、 内部にアートディレクターの佐藤柏がデザインした鮮やかなロゴマークも加わった。当館はバルコニーや暖炉、煙突も備えている。また、廊下がなくホールを中心にそれぞれの部屋が連結されている。最大の特徴と言えるのがアメリカ合衆国東部の伝統的な住宅様式、純粋な西洋住宅建築に非常に近いことである。 和室を一切持たず、建物内外には2階の階段状の天井などごく一部を除いて和風のデザインが基本的に皆無である。ただし、1994年の東大工学部建築士研究室の調査によって扉の握り玉など金物の一部を除いて国産の材料が用いられていることや建築には日本人が当たり、日本の広報を洋風建築にうまく融合させていた。 ことが判明している。当館の住所は、東京都港区白金台1-2-37、東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線の白金台駅に出口、または、都営地下鉄浅草線の高輪台駅、A に出口からいずれも徒歩7分の距離に位置する。明治学院大学発金キャンパスの正門を入り、主営所から緩やかな坂を登ると、右側に当館が見える。 その手前に1890年創建の記念館があり、さらに向かいに1916年創建の礼拝堂もある歴史的な像になっている。礼拝堂や記念館と同様に、毎年11月上旬の東京文化財ウィーク期間のみ、一般公開されている。その日以外に見学を希望する場合は、問い合わせが必要となる。ありがとうございます。